さあ、タイヤ交換の季節になりましたよ。ちょっと今日タイヤ交換するんですけど、なんか横は横でセルシオが何かやってます。まあ自分のタイヤこれですね、 9.5J。 見られてる方は見たことあるタイヤです。まあ前も引っ張り動画上げてますけどね、同じ18555、9.5J で、前はこの中古のタイヤを使ったせいかで、ここ硬くて、なかなか入らなかったんですよね。で、まあ今回使うタイヤこれですね。なんだこれ、マックスなんとか M1 中華製でございます。まあ新品タイヤっていうだけで、ここのウォールですかが、まあ柔らかいんで、ちょっと普通にあのバズーカで入るんじゃないかと思いますけどね。とりあえずタイヤ外します。よいしょ。まあ内側、まあ外側ちょっとまだいってないですけどね。さあ入れましょうかね。ちなみにセルシオはパワーステオイル交換中らしいです。まあ詳しいやり方は分かんないですけど。意外とこのタイヤサイズですね、付け替えに関しては本当使い勝手がいいタイヤサイズなんですよね。扁平で薄いやつとか、あのホイールに傷がつきそうで、まあ大変ですもんね。扁平が薄いタイヤとかはですね、それに比べて自分のこのホイールっていうか、ね、このタイヤサイズですね、何気に使い勝手いいタイヤサイズなんですよ。まあ取り付けに関してこのビードクリームはまあまあな必需品でございますね。やっぱ噛みやすくもなるし、エア漏れ防止にもなるしみたいな。てかこの組む時も本当、あの最初のレバーっていうか、最初にバールかければ、あとはこう手で組めるサイズなんですよね。案外すんなりなんですよ。まあ交換まではいつも問題ないんすよ。今回またお世話になるのがこいつですかね。やっぱりあの引っ張りタイヤされてる方はこれ必需品ですよ。安いやつとかほんと4000、5000ぐらいじゃないですかね、ネットショッピング。もう一家に1台あってもおかしくはないものだと思います。とりあえずこれにエアを入れないとですね。まあ、ちょっとセルシオに今話戻るんですけど、これ面白いですよ。あの自動吸い上げ機、手動の自動吸い上げ機。便利でしょこれ。さあとりあえず一回抜いて入れて、エンジンかけんでタイヤあれしたと、うん、ギコギコ右左、ああ右左、右にあったり左にあったり、それでオイルが出入りするんですよ。まあこんな感じです。オイルこんな感じですね。一応1、2って全切りして1回ずつタンクの中を抜いた感じですね。まあそれがやり方が合ってるかどうかわかんないですけど、ただただタンクの汚れが残ってこんな感じになっただけかもわかんないですけど、でもちゃんと循環できてるんだったらこれでこんだけ綺麗になってますよね。ただこれは新品ですね。これはコーヒーですけど、こんな感じですね。1回ずつで最初ドス黒ですけどね。まああのやり方間違ってたらなんかコメントください。さあ下準備完了。まあ大体今までも入らなかった理由としては多分こいつのせいっすね。ちょっと可愛すぎるんすよ、うちのピンクチーター。やっぱこのサイズですね。あとこの口、まああとはここのサイドウォールの柔らかさでしょ。まあちょっととりあえず入れよう。今日は一発っすよ。よし、こっちじゃなくてこっち。行くぞ。ああ一回やん。さあ次は入りますよ。このウォールが柔らかいんで、ウォールが柔らかいんで、で
多分下こう完全に当たってたからいいんじゃないですか。で片一歩だけ当てて、あとはここっすね。ちょっと分かりづらいかな。やっぱ最低でもエア多分8キロ入っとったからいいっすもんね。今度こそゴー。3度目の正直やろ。これを近づけて、あーちょっとやっぱりあの片側はめて押そうかなって感じですね。こうやって下に19か20か引いて、とりあえず片一歩入れて、前アップした動画とちょっと原理は同じになりますけど、これで やはり一人じゃできません。これ、え、あ、こっちね、うん、グーってね、うん、まあ行くそうね。でもあー先まで行けば行くね、うん、あ、まっすぐ、あー、あと1回よし、ちょっと終了。ちょっとさっきせっかく入ったのに落ちたのはこいつが抜けてましたね。ということで、いや、行きますよ。せーの。あー来た。あー。いやー。やっぱ作業は一人より二人っすね。あれか、虫か虫。虫こないで。よし。ああ、毎度毎度苦労する、いっぱいタイヤでございます。まあでもやっぱ新品はここのウォールが柔らかいっすね。あの硬い古いやつより比べて。で、一応タイヤ買うときにあの有名オートなんちゃら、あ、サイレン、ヤホーショッピング、ヤホーショッピングだったらここのウォールの硬さとか載ってるんですよね。まあ、もしタイヤ選べるっていう方の場合の話ですけどね。だからまあこれ普通で、まあ、そこそこ柔らかかったんで、あのハイフライってやつが硬いって書いてあるんで、まあどっちにしろこの扁平が分厚いやつは結構柔らかいから入りやすいですけどね、薄いやつはどっちにしろ大変ですよ、扁平タイヤ。なんかさっきかっこよく4つ並べてこうあれしてたんですけど、やっぱりタイヤ、あの何回もこうギコギコしてから交換しないと中身のタンクのオイルしっかり変わってないみたいですね。とりあえずセルシオエンジンかけたらこれでした。そうですよ、1回2回3回4回カッコつけて言った挙句1回エンジンかけたらこのざまという。だからエンジンかけて、まあ綺麗に交換したいんだったら1回タンクのやつ抜いて入れてエンジンかけて一時回して、まあタイヤギコギコした方がいいんですかね。でもう一回それを何度も繰り返すみたいなと思います。まあエアの機とはまた違うんでですね、
まあ、やり方は同じなんでしょうけど、なんかそんな感じみたいでした。おう、まあこんな感じで、とある日のメンテナンスみたいな感じでしたね。まあメインは引っ張りタイヤなんですけど、まあ今回のとある日の一日でした。まあとりあえずエアーはこの黄色あればほとんど大丈夫だと思いますけどね。あの口が大きいやつがいつもあんな可愛いピンクはちょっと引っ張り、まあまあ引っ張ってる、少し引っ張るぐらいなら入るんでしょうけど、やっぱこっちがいいっすね。ってな感じで今回のタイヤ交換でしたね。まあでも本当この19インチとか20インチ準備して、まあ、片一方入れて、本当前の動画とちょっと被るような気もするんですけど、まあそんな感じの入れ方が入りやすいですね。あとは1人より2人ですか。まあ、今回も最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録お願いします。さよなら。このまま火の手だったらあるね。隙間の空きすぎとるけんね。って感じやね。これ危なかね。これじゃんね。ダメね。ダメね。ダメね。隙間空きすぎやんね。燃えるだけ。